ケナン・エブレンは、トルコの政治家、軍人。参謀総長在任時の1980年に、軍事クーデターを起こし、第7代トルコ大統領に就任した。1917年7月17日に、マニサ県アラシェヒルに誕生する。1936年に、アンカラのマルテペ陸軍学校に入学。1939年に、砲兵将尉に任官された。 1940年に法兵学校を卒業し、法兵中大指揮官を務めた後、1946年に軍事大学校に入学し、1949年に卒業した。1958年に国連軍の将校として韓国に駐留。1963年に順将1974年に大将に昇進した。 軍司令官を歴任して、1977年に、陸軍総司令官、1978年3月に、第17第3防総長に就任した。左右対立で国内が、内戦寸前になっていた1980年9月12日、軍部を率いて、クーデターを起こし、事態を収拾できない、高政党のデミレル内閣を倒して、軍事政権を樹立。 議会の解散、政党活動の全面禁止、主要政治家の逮捕を行い、戒厳令を施行して、国内の治安を回復した。エブレムは、軍政の最高機関として、軍首脳で構成される国家保安評議会を設立し、自ら国家保安評議会議長と国家元首を兼任して、軍事政権の最高権力者となった。1982年11月7日、 国民投票で90%の支持を得て、新憲法を制定し、その規定に従い2日後に文民として、第7代トルコ大統領に就任した。新憲法では、参謀総長の権限強化や、国家安全保障会議における軍の主導権確立が、制度的に保障されたほか、1980年のクーデターに対する面積条項により民政移管後の、 卒追も禁止されるなど、軍部の権限が大幅に強化されることになった。こうした軍の政治介入や、軍政機関中に行われた、政治家の自宅軟禁や、反体制派に対する拷問や処刑は、現在でも欧米諸国からの非難の対象となっている。クーデター号及びエブレンの軍事政権下では、政治家数百人が投獄され、政敵数百人の処刑。 反政府的な数千人に対する拷問が行われたとされている。1980年10月28日の軍事政権による声明では、クーデター後に1万1500人を逮捕、50人を処刑したと述べている。一方で、トルコ国内では治安回復の功績やアタチュルクの建国理念への回帰を評価する国民も多い。葬儀1989年に、 人気満了により、大統領を退任した後は、英華界沿岸のマルマリスに陰性して、趣味の絵を描く生活を送る。何度か暗殺計画の対象になったこともある。2006年に、かつて逮捕したビュレントエジェビトが死去した時、クーデター時に政治家を逮捕したことを後悔する発言をした。さらに2007年、政権遺憾当時のクルド人に対する政策の誤りを、 認める発言をしたため、分離主義プロパガンダの容疑で検察による捜査が開始されたが中止された。2010年9月12日の国民投票による憲法改正により、エブレンラ・ラ1980年のクーデター指導者たちは、クーデターに関する面積特権を失った。これを受けて、市民活動家、人権活動家、 一部の政党は数日後にエブレンを告発した。2014年に国家に対する犯罪により終身刑判決を言い渡されていたが、病を得ていたことから刑務所への習慣は見送られていた。2015年5月9日にアンカラのトルコ軍病院にて死去した。97歳であった。ありがとうございます。